YouTube 動画をご覧の皆さん、こんばんは。えー、ラボックボーカル教室インストラクターの金子ゆきです、えー。今日は、えー、高橋優さんの、えー、明日はきっといい日になるをやっていきたいなと思います。でー3回にわたって、えーえー、お送りしたいなと思うんですが、えー、今日はですね、1回目ということで、えー、メロ編をやってみたいなと思います。じゃあ最初にちょっと歌ってみたいなと思います。くたびれた顔で、 電車の中揺られてる人を見た勇気振り絞って席を譲ってみた大丈夫ですと気幻そうに断られたその後決まり悪そうに 一人分空いたまんまのし。はい、えー、この部分になります。で、えー、この高橋優さんのですね、この曲に関してなんですけれども、まあ、えー、とてもですね、まあ、地声が強い声質かなという印象を受けます。えー、こう、透明感というよりは、えー、一つ一つの言葉をはっきりと、はぎりよく、しっかりまっすぐですね、こう、下に落とすのではなくて、まっすぐ前の方に、えー、 届けてあげて、放ってあげてほしいなと、思います。はい。えー、っと、くたびれた顔で、 電車の中揺られてる人を見たとかではなくて、えー、これだとですね、音程もちょっと下がりがちですし、ちょっと弱いですよね。そうではなくて、くたびれた顔で、電車の中揺られてる人を見た。えー、このように、滑舌もよく、えー、シーンもですね、強く放って、えー、力強い声で、え、最後まで歌い切ってもらいたいなと思います。はい。 じゃあ、えっと、歌詞もですね、一緒にちょっと見ていきたいなと思うんですけれども、はい、えー、こうなってますね。V のところが、えー、ブレスを取る位置になります。で、一つ一つちょっと言っていきたいなと思うんですが、えー、A メロですね、あの、全体的に語尾、えー、語尾、最後の、フレーズの最後の言葉ですね、こう、ピヨピヨってやってるんですが、あ、えー、まあサイと言うんですけども、こ 息でですね、あのー、最後、語尾を放ってるんですよね。えー、くたびれた顔で、こういう感じですね。電車の中、揺られてる人を見た。え、最後あの、たーまで力強く言ってるんですけども、揺られてる人を見た。というふうに、え、放ってます。これ全体、全、あの、A メロですね、後半、あの、語尾には、あ、 えー、すべて入っているので、ここをちょっとまずチェックしていきたいなと思います。はい。で、えー、徐々に入っていきたいなと思うんですけども、えー、電車の中、ここですね。ちょっと、言葉が詰まってるんですが、くたびれた顔で、電車の中揺られてる人を見た、の、電車の中、えー、ここなんですけれども、えー、ンタカタカ みたいなこうリズムですね。こう歯切れよく電車の中、タンタカタカ電車の中、えー、ここをスタッカート気味に歯切れ、よく行きたいなと思います。で、逆にですね。この揺られてる人を見たここなんですが、えー、一つ一つの言葉はしっかりと放ってはいるんですけれども、も、えー、ちょっと歯切れ。よくというよりは粘り気が強い感じですよね。あー。あー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  みたいな感じですね。揺られてる人を見た。なななん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 な,んなん揺られてる人を見た。えー、この、えー、ちょっと粘り気の強いイメージをー意識してここは届けてほしいなと思います。はい、えー、ここですね。3行目いきます。勇気振り絞って。 ふりしぼおってと言っていきたい、いきたいなと思います。母音のおをちょっと重ねてみましょう。はい。じゃあ、えっ、ー、と、4行目。咳をゆずゆずうってみた。ゆずうって、ここがあ、音程もですね、えー、上がります。咳をゆずうってみた。たああとなってますね。咳をゆずってみた。 はい。えー、ちょっと細かいですけれども、この、えー、死因が伸びている時の母音の扱い、えー、譲ってみたえー、こういうところもですね、ちょっと注意していきたいなと思います。はい。じゃあ、ちょっと2枚目に入るんですが、はい。えー、大丈夫ですと、ともですね、放ってあげてください。 軽減層に断られたその後。ここも同じですね。軽減層に、た、たかたかたか、たたたたた,た、えー、ここも吐きよくスタッカーと君。軽減層に断られたその後。 断られたその後。ここもちょっと粘り気強い感じに一つ一つの言葉を、えー、放ってもらいたいなと思います。そして、決まり悪そうに、一人分空いたまんまのし、ここでですね、シート、シート、ごめんなさい、ちょっと見にくいんですが、シートなんですが、C ー、ー、 一人分空いたまんまのしー、しーとなってますね。はい。で、最後のとは、あ、つぐらいの、おあまりしーとって言わないように、細かいちょっと発音にしてみましょう。はい。じゃあ、えっ、ー、と、このあたりをですね、踏まえ、ちょっと最後に歌って終わりたいなと思いますが、2、3、4。くたびれた顔で、 電車の中揺られてる人を見た勇気振り絞って席を譲ってみた大丈夫ですと軽減そうに断られたその後決まりはそうに 一人分空いたまんまのシーン。はい。いかがだったでしょうかえー、高橋優さんの明日はきっといい日になる A メロ編でした。次回は B メロ編に入っていきたいなと思いますので、ぜひその時にお会いしましょう。じゃあ今日はこの辺りで終わりたいと思います。またね。